皆さんお疲れ様です。今さっきかがり火公園で富士山をスマホで撮ってたらさ、どっかのおっちゃんに携帯で綺麗に撮れるもんなのって声かけられてさ撮れますよーっつって、いやー富士山がねめっちゃ綺麗なんですよーつって。でもあそこにあるさ木とかちょっと邪魔だよねとか言って、まあ、確かに邪魔なんだけど、だからあれはあれじゃないですか、なんか市でやってるものだと思うから多分切り落としたりとかできないと思いますよ。なんか声かけてくれる人って嬉しいよね普通に、特になんかそういう年いった人に声かけられると結構嬉しいよね。だってなんかさ他の人たちはさ、なんかちょっと俺を避けるような感じで、なんかねえって感じだから。だけどなんかそういうのを全く気にせずに、なんか俺みたいなやつになんか気軽にこう声をねかけてくれる、なんか年配の方とかちょっと高齢者の方とか、めちゃくちゃ嬉しいよね。まあ人間って本当いろんな人がいるよね。さお家帰ってご飯食べてお風呂入ってゆっくりしようかな。あとお休みが2日か。それでは皆さんお疲れ様でした。